今朝の動画です。はい、スペシャルゲストを来ていただきました。株式会社小倉様です。はい、本田様よろしくお願いします。よろしくお願いします。新製品が出たということで、はい、最近僕ゲスト続きでやっと落ち着ける人とねありがとうございます。そう言っていただけると新規の方が多くてですね、緊張しっぱなしだったんですけど、ありがとうございます。よかったです。はい、ありがとうございます。というわけで、はい、おなじみの 本田様ということで、はいはい、じゃあ新製品をよろしくお願いします。はい、はい、本日はですね、はい、A の19、鉄筋の19ミリまで切れる、はい、コードレスの鉄筋カッターのご紹介になります。おい、今回、ご紹介させてもらいたいのはこちらの、しゃ、画角がドン、はい、OK、マキタさんの 40V MAX のバッテリーを搭載したコードレスのカッターになります。はい、こっちですね。はい、こちらになります。はい、はい、で、もう一つ今日持っているのは18V のマキタさんのバッテリーの19ミリの機械になります。要は19切れるってことは、はい、スペックが一緒って言い方おかしいけれども、はい、まあまあ両方19切れるよって機械ってことだ。そうですね、19は切れるんですが、実は今スペックというお話いただきましたけど、スペックは若干その19の中でも違うというところになります。で、何が違うかと言いますと、はい、19ミリでもですね、鉄筋というのは同じ太さでも硬さが違ってきます。はいはい、で19ミリになると硬さがですね、鉄筋の硬さというのは、規格、JIS の規格として SD いくつというのがあります。はい、で SD295 から始まりまして、345、390、490というような、どんどん数字が上がっていけば上がるほど硬くなっていきます。あのホームセンターさんとか、はい、まあ、それこそ僕たちのお店に売ってる、はい、まあ、10と13とか、まあ、まあ16まで、はい、これはいくつ、大体もう SD295 というのが295、はいはい、それが標準の、まあ、鉄筋の硬さと。一般住宅も295、そうですね、295だと思います。その上で345までは使われることはありますけども、それより上っていうのは16ミリ以下は、まあ、ほとんどないのかなというところになってこの SD なんとかっていう数字の、はい、が増えていくと硬くなる。硬くなります。 OK です。 OK です。はい、はい、でそのスペックは19まで切れるということは一緒なんですけども、硬さに対応できるっていうことでいくと、この機械の差別化がありますというところになってきます。490が最高に硬いんでしたよね。はい、実規格で最高が490になります。じゃあ 18V 機の方は今まで SD いくつまでいけた、はい、SD これは390まで切れました。390の上が490、もう一気に490、はい、いけるなったとなりました。それを、はい、見せてくれる。はい、どんな鉄筋でも19であれば切れますよっていうところが売りになってきます。で、まあ、ちょっとね、分かりづらいかもしれませんけれども、はい、鉄筋というのは、はい、その硬さ、今お話させてもらいました硬さによって、はい、実はそのマークがありまして、そう、これ私知らなかったんですよ。印があります。はい、で、この突起が一つであれば、これが鉄筋の SD345 というものになります。はい、で、もう一つ上に回って、二つになると390という鉄筋になります。うん、はい、で、今日持ってきているのが、鉄筋でも太いですね、はい、3つ突起が3つあります。はい、3つになるとこれが SD490 一番硬い鉄筋になります。うちにあるのが今29なんとかって言ってるんですか。295になるとこの印がないんです。突起物がないと。そういうことか。それは D10 だろうが D13 だろうが、このブツブツの数は一緒の感じですね。はい、ああよくわかりました。はい、はい、だからちゃんと硬いの持ってきてんぞってことですね。そうですね。OK。逆に言うと 18V だと硬いのが切れないので、この345の鉄筋も持ってきましたと。素敵。ところになります。お、素敵。はい。ではじゃあ、はい、まあ345、まあ、切れるのはこの、18V の方で切れますので、はい、まずちょっとこちらからね、はい、試しに切ってみたいと思います。OK です。では鉄筋をセットしてですね。OK。 はい、行きます。あ、はい、切れました。うん、切れましたね。はい、はい、でこれはですね、今、大体これうちの方では、SD の、まあ、今現状345の鉄筋なんですけども、まあ、4.5 秒で切断できますよという 18V の機械になります。あ、 OKOK、 はい、はいはい、でこれがですね、今度新製品の 40V MAX のバッテリーの機械になりますと、はいはい、これがですね、これなんでビニールかけてたんですか。はい、ありがとうございます。ビニールをかけないとですね、この硬い鉄筋を切るということは、切った瞬間に
スパーンと飛んでいく、まあ、非常に危険な可能性があるということで。あ、そういうことか、はい、それでちょっと今日は透明なカバーを。あ、新品だから汚れ防止かと思った。違うんだ。あ、そういう理由があったんですね。はい、あ、ナイス振りじゃないですか、はい、ありがとうございます。はい、はい、で、今切ったものとのスピードの違いと、あと分かってもらえるかどうかはないですけど、音の違いも、そう、はい、どんだけ硬いかっていうのは一目と言います。そっち柔らかいの切ったのに比較でもいきなり硬いになっちゃうんですね。あ、そういうことですね。早いは早いんですよね。早いです。速さとしてはもう1.1秒速いので。マジ？ 3.4 秒の切断になります。じゃあまずこれは跳ねないですね。はい、跳ねていくことは短く切ってもまあないないかなで、はい、はい、ただまあ一応カバーはした状態で切っていきます。はい、ではいきます。はい、なるほどね。短いので、まあ、これでも少しやっぱり跳ねるという形ですね。そうですね。はい、まあ、3、4、5になります。で、これが本番だ。はい、でこれが本番の490の鉄筋ですね。そんな跳ねるんですか。はい、ちょっとサビサビの鉄筋ではありますが。怖いですね。はい、では切っていきます。はい、いきます。おお、すげえ。はい、なるほど。なのでカバーが必要だと。確かに。いうことです。え、今これ置いてるからよかったですけど、はい、これ空中でももちろん切るわけじゃないですか、こうやって持って。切ることもあるかと思います。大体置いて切るもんなんですか？はい、置いて切ることもありますし、はい、あとはもう組んだ状態で、端部を切るということもあります。はい、それって、はい、うわって手持ってかれないんですか？手は持ってかれることはないんです。手は持ってかれることはないんですけれども、はい、今みたいに鉄筋が跳ねてしまうということは、うんうん、もちろん現場でも想定はされます。ずっとありますよね。あ、ちっちゃいから跳ねやすかったはあるんですね。はい、短い期間でも短いほどやっぱり飛んでいく可能性は高くなります。はい、面白い。へえ。ですので今の、スピードも機械としては違いますけど、はい、鉄筋の種類によっての硬さによっての音の、ね、違いも、ね、分かってもしいただけるかもしれません。うん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 、うん、というところですね。今その硬いやつを、はい、18V でやったら、はい、うってって止まるわけですよね。ですね、おそらく切れますが、かなりの負荷をかけてしまうので、はい、機械が故障してしまう。まあそうですね、はい、はいはい、という原因になりますので、やべえってなったら、はい、なんか油圧かなんかで解除すれば戻るんでしたっけ。いや、油圧の解除というのはないです。もう油圧の力があればあるだけ押していこうとしますので、はい、そうしますと、要は耐えきれないと中がですね、はい、から油漏れという形で出てきて、じゃあ今一回グーグーって食っちゃってもう無理ってなったら、はい、これどうするんですか。それはですね、食ってしまうっていうことでいけば、はい、そこの解除というのはありまして、はい、こういうここにですね、あ、そうですね、油の解除というのがあります。あ、オッケーオッケー。そうすると、はい、食ったものは戻るような、そういう機構自体はついてます。そうだ、はい、こっちは今家庭の結構簡単に切ったんですけど、はい、ガッて食っちゃうことはもちろん歯が切れなくなってくれば。そうですね、もちろんありますね。はい、ありますね。こちらも、はい、同じようにれば、はい、ここに戻せるわけがあります。これ、歯は一緒なんですか？歯は一緒のものになります。一緒なんだ。はい。あ、歯自体は490に対応してたわけですか？してます。はい。390以上のものの歯として、両方同じものの歯がついてます。D19 の SD490 に対応しました。ってことは、490、はい、こっちですね。あ、こっちか、こっちか、対応しました。はい、で、こっちは対応してないんだけど、はい、D16 の SD490 ってあるんですか？まあ、ほぼほぼ存在しないと思ってもらっていいと思います。D16 でしたら、はい、SD の390でも、はい、ほぼほぼ世の中に、現場として行くことが、まあ、もうほんと少ない、特殊な現場でのみ16の390は出るようなところですので、もう490を例えば作ろうと思ったら本当に特注で、はいはいはい、デッキのメーカーさんに作ってくださいってお願いするような、そういうものになります。じゃあほぼほぼこの 18V 機の方で、はい、現場がクリアできちゃう。現場はほとんど19でもですね、で、建築においては SD390 というのが、はい、まあ、そこまでの硬さのものが多いので、はい、これで対応できるかと思います。なるほどね。はい、D19 で490っていうのは、まあ、ちょっとオーバースペックではあるかもしれませんけれども、今見ていただいた、はい、やっぱりその 40V MAX においての、 そのスピードとパワーにおいてですね、はい、まあ、その上のもし来た時に SD490 が来た時にも対応できますっていうのがこれの商品の売りという形になります。あとは、まあ、40V しか持ってないよパターンと、はい、あとスピードが上がってるスピード上がりました、はい、その辺のメリットかなっていうところですね。はい、OK、
わかりました。はい、まあ、重量としてはですね、実はちょっとほぼほぼ変わらない。で、18V の方は、はい、これでバッテリーセットで 10.9 キロですね。うんうん、で、こちらの 40V のついた方が 10.7 キロですので、200グラム軽くはなってます。こんなに頭がでっかいのですか？はい。でモーターバッテリーの方が 18V に比較すると 40V って 100g ずつ大体重くなっているので、油圧の方としてだけは 400g およそ軽くなって軽量化させてはいるんですけれども、まあそれほど変わりはない。重さの変化はないんじゃないですか。いいですね、いいですね。あ、わかりました。はい、OK です。先生、片付けながらでいいんですけど、あ、はい、今フルセット中身だけ見たいですね。はい、あ、こういう感じ、スポンジでこうガッと入ってる感じですね。はい、フルセットがこういう中身だ。はい、バッテリー1個、充電器1個と。そう、でバッテリーは、はい、2.5 アンペアですね。OK。BL4025 ですね。なるほどですね。はい、もちろん4アンペアをつけても OK ですよね。全く問題ないですね。OK、OK、はい。じゃあ、あとあれですね、突っ込まれ続けた本体のみが発売していると。はい、本体のよう出ております。今までなかったですね、はい。出ております。はい、出たということで、はい、はい、じゃあこの辺選んでいただければ、はい、はい、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。じゃあ次の機会だ。小倉さんケースでかくないですか？言われる？言われます。言われますか？はい。スポンジがあって、はい、要はもう簡単に帰る時なんかはパパッと入れ込んで、うんうん。まあさっと帰るっていう便利は便利でいい。まあ確かに今も早かったですもんね。ただ実際車に積み込むときに幅を取ってしまうんで、はい、まあまあまあ、なんとかならないのかっていうことは、なるほどですね。はい、はい、そこら辺はちょっとジレンマはちょうど、まあドンピシャで入ってるわけじゃないからそれは楽なんですよね。でっかベンダー、今度はベンダーです。おーほーほーほー、これは、はい、うん、これだけで現場全部加工する人がいるってことですか？ですね、加工し忘れちゃったと、ほとんど多分、はい、これ16ミリまでなんですけど、はい、現場で加工っていうのは、少ないと思います。でなぜベンダーが必要かっていうと、はい、要はもう組んで、要は曲げて、工場で曲げて、工場で曲げてきた鉄筋、うんうん、まあ、ユニット筋で組んだようなものも、はい、それでもですね、はい、現場に行った時に、はい、現場のステコン、要はその鉄筋を這わせる前の状態がですね、現場によって悪かったりすることがあります。まあ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 、そうすると、はい、そのままセットできないということで、うん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 、まあやり直しというようなことがあって、はい、その時なんかはこういうのを使うということが必要になってくるというのがあります。なるほど。で、19? 16になりますね。16、はい、で16、あれ345も硬いんじゃないですか？345もちょっと硬いです、ね、そうですね、29なんとかが主流って言ってましたもんね。そうですね、295、一般的に16までは295が多いと思いますけど、ただ345もそれは16では出ます、あります。結構あるってことですね、はいはい、なるほど。この画角でいいかな。あ、ちょっと、あ、そういう感じでセットされるんだ。はい。これは今全然関係ないものを持ってきた？関係ないですね、関係ないですね。バイス、万力をちょっと持ってきて、まあ、鉄筋を固定してみたというところですので、まあ、まあ、これはちょっとね、まあ、背筋された後で、まあ、こんな感じで、まあ、曲げてみましょうっていうところのイメージなんですけども、はいはい、まあ、そうじゃなくても、要は背筋する前の状態の鉄筋を曲げる、加工するっていう時ではあれば、まあ、こんな状態にはしないで、ちょっと置きながらもできます。どういう形でね、これは、はい。あ、ここでも手離していいんですか？大丈夫です。あ、動くは動く。ここで曲げたい場合もこうやって持ってればいいんですか？そう、持ってないと逆にいけない。もう大変なんです。ここがフラットになってるわけだから、はい、まあまあまあ、あ、OK です、わかりました。問題ですね。12.9。すごいですね。なるほど。はい、OK です、わかりました。あ、本体のみある。そっか、360度首が回るってさっき言い忘れましたね。こっちも回るんだ、ね、はい、はいはい、これも回ります。はい、本体が好きな角度にこう、はい、首を振ることができる。はい、はい、あ、 OKOKOK、 はい、わかりました。おっとっとっと、 OK、 じゃあお願いします。いきます。それではでは、180度曲げということで、やってみます。へえー、
と90度曲げまで、はい、したんですけども、はい、まあ、90度曲げて、まあ、大体こんな感じ。おお、はい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 。で、今からその180度今の状態で曲げてしまうとちょっとね地面に突き刺さってしまうので、まあまあまあ、はい、ですので、うわすっげえな、なるほど、180度曲げ、はい、90度曲げも持論が増えれば、あとは180度までいきますね。へえ、はい、こんな感じで180度切り曲がりました。簡単にできたというものになります。はい、でこれはそうですね、今お話しいただいた16までの鉄筋の硬さは345までの鉄筋を曲げることを180度まで曲げることが可能です。で、まあよくちょっと指摘をされるのが、はい、90度のところで止めたいんだけども、うん、それなんかスイッチかなんかでできないのかっていうお話があるんですが、まあまあまあ、実はちょっとそれはですね、はい、箱型のベンダーにはできなくてですね、もうこのトリガーの引く感覚でやっていただくしかないというところなんですね。今のここかな、ここかなっていう感じだ、はいはい、あ、なるほど。で、まあ、目安としてはここにですね、はい、まあ、角度、はい、がついてますので、角度計、まあ、0、45、90、180までついてますので、はい、それを見ながら、まあ、ちょっと曲げていただくというのも可能ではありますが、実際的にをね、見ながらこう加工していただくのかなというところではあります。そういうことですね、わ、はい、かりました。これいつ発売したやつですか？これはですね、ちょっと前でして、はい、昨年の12月に発売、まあ、でも出たばっかりですね、はい、はいはいはい。でこの180度までですね、はい、曲げられる伝統の油圧のベンダーというのはハンドタイプというのは世の中になくてですね、まあ、今回初めて小倉としても出しますし、他もないというものになります。で実際180度まで曲げるときにですね、実際現場で使われることが多いのが、まあ、ライパーと呼ばれる、おうおう、要は、カットベンダーですね、はいはいはい、手動式、手でやる、はいはいはい、はいはいはい、あれが多いものですから、はい、あれを使われる方で、いや大変だなっていうことで、何本曲げ大変だなっていう方なんかにこの電動をおすすめしたいというところではあります。まあまあまあ、でもいい値段ではありますね。はい、値段としてもいい値段にはなります。わかりました、まあ、作業が楽になりますというところではあります。はい、わかりました。もう次の新作予定あるんですか？次の新作に関しましては、まあ、ご要望が多いところは、40ボルトのつらいしカッターというところ。18はもうあるんですよね。18のつらいしカッターはもうだいぶ前に出して、40を次は声があると、非常にこう高いご要望をいただいておりますので、はい、そこに関しましては、いずれ我々営業もまあ要望として挙げてますので、出てきた際にはこちらで今一番にご紹介させてもらいたいなと思っております。それ大丈夫ですか？大丈夫です。じゃあよさで先に上がっちゃったら僕やんないですから。わかりました。あ、じゃあ大丈夫です。ご制して。あ、本当にここでここで、ここで、はい、会社そういうことらしいですよ。はい、はい、ありがとうございます。え、これは40やんないですか？これはですね、まあ、もともと世の中に存在してないということで、まあ、最初に出すにあたっては、じゃあどちらを出そうということでやっぱりその検討はあったんですけれども、いやいやいや18でしょうね、まずはやっぱり18から出す、そう思います、ということで18が売れるようになって、また40ボルトの普及がもうさらに進むということで、40、40っていうことを超えがあれば、またいずれ40というのもありますが、最初はまずは18ということですね。わかりました。 OK です。そんな感じでいきましたか？全部いった、はい、完璧、はい、です、はい、じゃあもしあれば問い合わせしてもらってもいいし、まあ、オンラインストアにね、今商品並べておきますんでチェックしていただければと思います。はい、締めさせてもらってよろしいでしょうか？はい、はい、というわけで、以上秀下の動画でした。お付き合いありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。